お疲れ様でございます。それでは定数に達しましたので、ただいまから建設環境委員会を開会いたします。それでは本日配布されました付託表の通り、本委員会に付託されました議案第86号平成28年度八代市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分及び議案第91号平成28年度八代市農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算、議案第92号平成28年度八代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の決算議案3件を一括議題といたします。まず決算、議案の審査の進め方について事務局から説明いたさせます。こんにちは。それでは決算議案の審査の進め方等についてご説明いたします。まず審査方法については、これまでの決算審査特別委員会での審査方法を参考に、決算審査を効率的かつ効果的に行うために、どの資料に基づいて説明を行う方がより委員の皆さんが理解しやすいかということに主眼を置き、一般会計の歳入と歳出、特別会計の歳入と歳出の4つに分けて検討いたしました。説明の方法としましては、まず歳入については、主要な施策の成果に関する調書などによる説明では概略すぎて分かりにくく、決算書による説明の方が詳細で分かりやすいということで、これまでの決算審査特別委員会と同様、決算書に基づき説明を行うことになりました。次に歳出については、決算書による説明では数字が細かくなりすぎて事業の全体像や財源の内訳等が分かりにくく、主要な施策の成果に関する調書の方が施策・事業の単位で大きな視点から把握することができ、理解しやすいということで、こちらも決算審査特別委員会と同様に主要な施策の成果に関する調書などに基づいて説明を行うことになりました。なお扶養額等の説明につきましては、主要な施策の成果に関する調書とともに決算書に基づいて説明を行うこととなっております。なお、これまでの決算審査特別委員会と異なる点としましては、決算議案がそれぞれ所管の各常任委員会及び新庁舎建設促進特別委員会に付託されましたことから、監査委員及び会計管理者は全日程に出席するものの、冒頭の決算審査にあたっての挨拶等は行わないこと、またこれまでは全ての決算議案の質疑が終了し、各委員の総括意見を行った後に採決しておりましたが、今回から議案ごとに質疑、意見、採決を行うこととし、委員の総括意見は行わないことなどが挙げられます。最後に本委員会の審査日程につきましては、平成29年10月26日木曜日と予備日として翌27日金曜日で行うこととなっております。以上、決算議案の審査の進め方等についての説明といたします。はい、ただいま事務局から説明がありましたように、特別会計の歳入については決算書、一般会計及び特別会計の歳出については主要な施策の成果に関する調書などに基づいて審査を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい、ご異議の人を認め、そのように決しました。他に委員会運営について何かありませんか。すみませんね、なければ内容ですので、委員会の進め方については以上のようにお願いいたします。また今回の決算審査にあたりまして、2枚つづりのレジュメを配布いたしておりますので、次回の委員会までご一読いただき、参考にしていただきたいと思います。閉会中審査、継続審査について、次に閉会中の継続審査の申し出についてお諮りいたします。本委員会に付託されております議案第86号平成28年度八代市一般会計歳入歳出決算中と委員会関係分及び特別会計歳入歳出決算2件の
決算議案三原についてはなお審査を要すると思いますので、引き続き閉会中の継続審査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なし。はい、ご異議なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。次の委員会は10月26日木曜日10時開会となっておりますので、よろしくお願いいたします。これをもって建設環境委員会を散会いたします。ありがとうございました。